会社の文句を言ってる人、俺本当にこいつバカだなって思うんだよね。なんでかっていうと、評価っていうのはそのコミュニティと連動して、はい、ということでね、今日は強い組織の作り方ということで、まあ今までうちがやってきたことを話していきたいなと思うんだけど、今会社自分でやってる人だったりとか、まあ今個人でやってるんだけど、これから従業員を増やしていきたいと。で、どんどん会社を大きくして社員をこうに一つにまとめてね、こうに売り上げをどんどん上げていきたいって人たちはぜひ最後までこの動画を見てくださいと。自分家にいるね、あなたたちの会社にいるバカな社員、いつも会社の文句言ってるのはバカな社員を、これをさえちゃんとしっかり伝えれば、経営者の人たちがね求めてるような人材に変わってくれるはずですので、ぜひ最後まで見てください。まず人がね、人を認識するときに何を見てその人のことを認識するのかっていうのが理解できてないから、バカな社員が今日も夜居酒屋に行って会社の悪口を言うわけですよ。だからこれ、うちの会社はね、そういうスタッフがいないんだよね。でそれはなんでかっていうと、そこをしっかり教育できてるからいないんだけど、教育方法、どういうふうに教育すればいいのかって悩んでる人きっといっぱいいると思うんでね、ぜひこれを今日は伝えていきたいと思います。まずそのさっき言った、人が人を認識するときに何を見てその人をどういうふうに評価していくのかっていうのが分かってないわけだよね。これはどういうことかっていうと、人っていうのはまず生まれてから家族というコミュニティに所属しますと、ね、これ家族でね、もちろん子供でおぎゃーと生まれました、お父さんとお母さんがいて、その家族というコミュニティがありますと。でそこから人は今社会人になるまでの間にいろんなコミュニティを通過していますよと。まあ幼稚園だったり、まあ俺保育園だったんだけどね、幼稚園だったり小学校、中学校、高校と、そして大学、社会人と、まあ高校の部活だったり大学の部活だったりもそう、それは全てコミュニティなわけだね。で今あなたたちが会社に勤めてるんだとしたら、その会社もコミュニティの一個になりますよと。人が人を判断するときに、このコミュニティと人の評価っていうのは連動します、必ず。これがどういうことかっていうと、まあ例えばね、野球の強豪校に所属している男の子がいたとしますと。でその人と出会ったときに、その人のことをあなたはどう思いますかと思うと、野球が強いんだなって思うと思うんだよね。これなんでかというと、野球の強豪校に所属してるから。でもさ、実際にその人が本当に野球がうまいのかっていうのは分からないじゃない。野球の強豪校に所属しているだけで、その人が本当は野球全然下手っぴかもしれないけど、でもうまいんだなって思っちゃうのよ。まあ会社とかで言うとそうだね、例えば Google の本社で勤務してますってこうに名刺出されたら、うわすげえなって思っちゃうと思うんだよね。人はその所属してるコミュニティでその人を判断するんだよと。これをまず理解しておくことが大事かなと思います。でこのコミュニティに関して、人が所属してるコミュニティっていうのは1個ではないと。まあそれは会社にも所属してるし、家族を持ってれば家族っていうコミュニティもあって、スポーツチームとかね、例えば草野球のチームとかやってたとしたら、その草野球のコミュニティもあったりとか、人はそのいろんなコミュニティを持ってる中で、そのコミュニティを重なり合わせた部分でその人を判断しています。であなたたちもそういうコミュニティで判断されてるってことをまず分かっておいてもらいたいんだけど、これね、何が言いたいかっていうと、じゃあそれなのにね、会社の文句を言ってる人、今日も焼き鳥を食いながら生ビールを飲んで、うちの上司はどうのこうのだ、会社うちの会社はブラック企業でこれバカで給料も上がんねえしどうのこうのだって言ってる人たちって結構多いと思うんだよ。俺もよく居酒屋とか行ったらそういう人たちの話を聞くんだけど、俺本当にこいつバカだなって思うんだよね。なんでかっていうと、お前の評価っていうのはそのコミュニティと連動して評価されてるのに、自分のコミュニティを、自分のいるコミュニティの価値を外にわざわざ下げに行くっていうのは本当にバカのやることなんだね。でもそういうので困ってる経営者さんっていっぱいいるじゃん。だから何をすればあなたの価値が上がるのかっていうのをちゃんと伝えてあげた方がいいのね。まあ、さっき言ったように何度も言うけど、人は所属するコミュニティの価値と個人の評価っていうのが連動していますと。これは下がる場合も上がる場合も一緒なわけ。自分の価値を上げたいのであれば、組織の看板を磨き続けるしかないんだよね。もう嘘でもハッタリでも何でもいいから、自分の組織を大きく見せてよりよく見せる以外に方法はないと。どんどん自分のいるコミュニティをの価値を上げていくことがあなたも一緒に上がっていく一番の近道ですよと。ただこれは下がる場合も一緒です。会社が例えばね、何か不祥事を起こして会社の価値がガクンと落ちてしまいました、なんか会社のトラブルがあって会社のイメージが悪くなっちゃいましたってなったら、そこで働いてるあなたのイメージも悪くなりますと。でまあ、それなのにそういうのを知らずに会社の文句言ってると、つまりコミュニティから外れてるような人たちっていうのが結構多く見受けられるんだけど、まあコミュニティから外れたら組織の人たちはどうに思うだろうかって言ったら、まあいらないよね。会社からしたら組織から外れて輪を乱すような人っていうのは、まあ会社からいらないと。例えばまあ仕事によく遅れてくる、遅刻もしてくる、掃除もしない、仕事に来てもやる気もない、意欲もない、いつもネガティブなことばっかり言ってるっていうと、そういう人たちは会社からしても不要になりますと。でまたじゃあ外の人から見た時に、会社の人じゃない人が見た時にどう思うかっていうと、さっきも言ったようにコミュニティと連動して見てるから、その人に対しての信用がなくなると、その人の評価を下げると。まあ問題なのはここからで、その位置がずれちゃってるわけだよね。そのコミュニティから外れちゃってる人たちをどういうふうにそのコミュニティ内に戻すのかっていうのが、これは組織として必要なことだって、これをこれからね、うちが何をやってるかっていうのを話していきたいと思うんで、多分できてない会社の人いっぱいいると思うんでね、真似してやってみてください。まあその内部からも外からも評価が落ちているのに、
なんでその人たちがそれでもそういう発言をしてしまったりそういう行動を取ってしまうのかっていうと、その人がその自分のいるコミュニティのどこにいるかっていうのに気づいていない、自分がそのコミュニティ内にいるってことをしっかり理解できてないってことがこれの原因、大きい原因なのね。でこれをまあ認識させる必要がありますよと。自分がこのコミュニティにいてこの組織であなたの価値が上がるのにはこういう風にするんですよっていうのを認識させる必要がありますと。でこれを認識させるためにじゃあ何をやっていくべきかって話なんだけど、これはねルールをしっかり設けることだよね。同じルールの中で仕事をさせることで、同じルールの中で仕事をさせるとどういうことが起こるかっていうと、自分がここのコミュニティにいるんだなってことをしっかり理解するようになっていきますと。なんでね、会社にそのルールが明確になってない組織が本当に多いから、なんとなくね、例えば売上をいくら作るとかこういうのを目標にしようとかじゃなくて、会社にルールをまずしっかり設定しましょうと。でそのルールにもいろんなタイプがあって、まあ、必ず守んなきゃいけないルールだったりとか、まあ、そういうのがいろいろあるんだけど、その次にね、次の動画でうちの会社が実際にうちの会社で決められているルールだったりとかっていうのを具体的に出していきたいなと思います。でそのルールにのっとって、ぜひ自分たちの会社でまだルールとかが明確にできてないのであれば、ルールの方を構築してみてくださいと。そしたらね、会社の動き方だったりとか、みんながやるべきことがどん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 分かっていって、より強い組織になると思います。はい、ということで次の動画でね、ぜひそれを話していきたいと思うんで、ぜひ次の動画もチェックしてみてくださいと。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価、 SNS のフォローもねしっかりよろしくお願いします。ということで終わりたいと思います。バイバイ。